身体的でもあるんだけどさ、どういう意味？分からない。分からないからね、子供だって忘れると分かる。違うか。いいじゃないですよ。あ、でも元気が出ると足のあたりがムキムキして頑張るぞってなるかもしれないけどね。半身はあるかもしれないけど、すげえな、ここ煙がすごいな、めっちゃ抜きしてんな。風邪けど元気になるね。特に女の人は分かんないのかな、子供たちと元気もらえる。通じたいのが問題なんだよこれ。マジで。でもこれネタかもしれないな。どこまでニコ生のノリに どういう風に順応していきたいのか分かんない。You win. ホワイトネタはおはようございます。ああ、めっちゃそういうことか。こんなトイレに釣り込んだ事件ってやばいじゃん、それ。完全にあかんやつじゃないですか。言うほど荒くなんなぜだろう。いや、みんなあれですよ、ニコ生にやられてるからですよ。何でもないって、ほんと。まあ、だから何も言わないのがいいのかな、このご時世。それ絶対それはあかんやつですね。個人的な救済会のアデリーナの演奏しました。私は帰る。僕の気持ち。ちょっと怖いな。いいですよ、怖くなって。もういいです。ちなみに僕お年寄りも好きなんですよ。こっちの方向にシフトしましょうか。お年寄りも好きなんですけど、こっちだとあれでしょ、普通に来るんですよ。老人ホームなんですけど、後ろの話はいつでも聞けるな、いつまでも聞けるな。なんか長年人生生きた人話が面白いんですよね。さゆりさんとかね。さゆりさんでもお年寄り扱いするの失礼かもな。もっとあれやもんな、若い方だもんな。年寄りの会でやってるのか、振り込め詐欺かって。確かに幼女と女児は好き。あれですよ、男の子も好きですし、おじいちゃんも好きですよ。なんか何もかも怪しく聞こえてんだもん。可愛いおばあちゃんが素敵だよな。チャーミングなおばあちゃんたまにいますね。昨日札幌の地下街で、女性が配信してもいました。ほうほうほう。同心さんの仕事で行くと結婚してる彼女とユニットエミューと一回でメンタルゴリゴリ削られました。今日は同心さんの仕事で行くと結婚する彼女で、ああ結婚する予定ないのにそれをめっちゃ控えてメンタルゴリゴリ変えたってことか。あ、まあでもそれは自分の考え方としてはしまう。いや別にないですよ、いいんだよその時は、その時で。ない人だっているんだから。多分向こうもあれじゃない、悪気があったわけじゃなくて、こう話を広げたかったんじゃない。うん、
年寄りもね、結婚してない人もいるだろうし、結婚してたら結婚したで、結婚後の生活についての話題に振ってたかもしれないし。いやだってそう、あの大体そういう質問する人って悪気があって質問しないですよ。悪気があったら言わないから、言わないからって本当にそんな意地悪な人ばっかりじゃないから言うんだ。もうなんか乗ってんなこれ。認知症の人なんかそれはちょっと困るな。うわ、これ大逆式のテレビですよ。すげえなこれ。